満願。太宰治。これは今から4年前の話である。私が伊豆の三島の知り合いのうちの2階でひと夏を暮らし、ロマネスクという小説を書いていた頃の話である。ある夜、酔いながら自転車に乗り街を走って怪我をした。右足のくるぶしの上の方を裂いた。傷は深いものではなかったが、それでも酒を飲んでいたために出血が大変で、慌ててお医者に駆けつけた。町医者は32歳の大きく太り西郷隆盛に似ていた。大変酔っていた。私と同じくらいにふらふら酔って診察室に現れたので、私はおかしかった。治療を受けながら、私がクスクス笑ってしまった。すると、お医者もクスクス笑い出し、とうとうたまりかねて、二人声を合わせて大笑いした。その夜から、私たちは仲良くなった。お医者は文学よりも哲学を好んだ。私もその方を語るのが気が楽で話が弾んだ。お医者の世界観は原始二元論とも言うべきもので、世の中のありさまをすべて善玉悪玉の合戦と見て、なかなか歯切れが良かった。私は愛という単一心を信じたく内心努めていたのであるが、それでもお医者の善玉悪玉の説を聞くと、鬱陶しい胸の内が一味総量を覚えるのだ。例えば、酔いの私の訪問をもてなすのに、直ちに奥さんにビールを命ずるお医者自身は善玉であり、今宵はビールでなくブリッジ、トランプ遊戯の一種、ブリッジいたしましょう、と笑いながら定義する奥さんこそは悪玉である、というお医者の霊障には私も素直に賛成した。奥さんは小柄のおたふく顔であったが、色が白く上品であった。子供はなかったが、奥さんの弟で沼津の商業学校に通っているおとなしい少年が一人、2階にいた。お医者の家では5種類の新聞を取っていたので、私はそれを読ませてもらいに、ほとんど毎朝、散歩の途中に立ち寄って30分か1時間お邪魔した。裏口から回って、座敷の縁側に腰をかけ、奥さんの持ってくる冷たい麦茶を飲みながら、風に吹かれてパラパラ騒ぐ新聞を片手でしっかり押さえつけて読むのであるが、縁側から2軒と離れていない青草原の間を水量たっぷりの小川がゆるゆる流れていて、その小川に沿った細い道を自転車で通る牛乳配達の青年が、毎朝決まって、おはようございます、と、旅の私に挨拶した。その時刻に、薬を取りに来る若い女の人があった。簡単服に下駄を履き、清潔な感じの人で、よくお医者と診察室で笑い合っていて、時たまお医者が、玄関までその人を見送り、奥様、もう少しのご辛抱ですよ、と大声で叱咤することがある。お医者の奥さんがある時私にその訳を語って聞かせた。小学校の先生の奥様で、先生は3年前に肺を悪くし、この頃ずんずん良くなった。お医者は一生懸命で、その若い奥様に
今が大事のところと固く禁じた。奥様は言いつけを守った。それでも、時々、なんだか不憫に伺うことがある。お医者は、その都度心を鬼にして、奥様、もう少しのご辛抱ですよ、と言外に意味を含めて叱咤するのだそうである。8月の終わり、私は美しいものを見た。朝、お医者の家の縁側で新聞を読んでいると、私のそばに横座りに座っていた奥さんが、ああ、嬉しそうね、と小声でそっと囁いた。ふと顔を上げると、すぐ目の前の小道を、簡単服を着た清潔な姿が、さっさっと飛ぶようにして歩いていった。白いパラソルをくるくるっと回した。今朝、お許しが出たのよ。奥さんは、また、囁く。三年、と一口に言っても、胸がいっぱいになった。年月経つほど、私には、あの女性の姿が、美しく思われる。あれは、お医者の奥さんの差し金かもしれない。